どうだよ、あの俺のとあの彼女2人の温度差のこの違いは。温度差はあれど、うん、いいね。あ、いいか、うんうん、楽しそうだったね。あ、楽しそうだ、いい音だった、うん、あの2人はね、うん、とてもねいいコンビでしたよ。え、見てたら分かったよ。分かったか、分かったし、うんうん、すごい、すごい暖かいね。暖かい、迎えが暖かかった。いきなり来たこのどこの馬の褒めってのわからないようなね、この小僧をね、あ、よしよしよしと、うん、でお前は今日は何のために来たの。二人とも年下だと思うよ多分。あ、そうかしらね。確かね、まあそれはそうかもしれないけど、うまいことを転がして転がされてちょっと、うん、うん、でもね、二、うん、人のねラジオはね、うん、とってもね、そのなんて言うんだろう、冷静なね浅野さんに対してね、うん、かなちゃんはね結構ね、うん、自由奔放と言いますかね、うんうん、こう結構ね自分の感性でこう喋ってくるわけじゃない、喋りがさ、うん、そう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 、結構だからオープンマインドな感じで。あ、そうなんですか、うん、なんかこう役のイメージとなんかちょっとね、うんうんうん、逆、うん、逆かなって、うん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 、そうだね、かなちゃんの役の方が、そうそうそう、クールだよね、クールクールクール、うん、だけど本人的にはすごくね、オープンマインドで、そのギャップがまた面白いですよね、うん、そのギャップは確かにね、うんうん、そうだからパッと見はきっとさ2人逆の役やってんじゃないかなと思う可能ね、うん、こともあるかもしれないけど、うん、ところがどっこい、ところがどっこい、うん、ほうほう、ああいう感じですっとこどっこい、すっとこどっこい、いや、使い方間違ってん、ね、それでもあるよね、うん、僕らも、僕らもある、うん、なんか、うん、自分と正反対の役の方がさやりやすかったりしね、俺すごいそれある、僕よく、すごいどっちかっていうと、うん、S 的なキャラ、あ、そうだ、ちょっと切れ目のさ細めの、ね、そう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 、上から目線的な、うんうんうん、そうで突っ込む、どっちかっていうと、うん、はい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 、なんでだよお前バカじゃないの、うんうん、とか冷静に、そうそう、結構辛辣な言葉を言ったり、うん、ボソボソっとこうツッコミをするキャラが結構多いんだけど、うんうん、意外とやりやすいのそっちの方が、普段は全然そうではないけどね、なんか ね、うん、ボケてる方が多いんだけど、うんうんうん、自分に近い役ってやったことある、うん、まあそれは何度かいろいろありますね、まあそんな中でもそうやっぱちょっとそう、やっぱり普段自分が言わないようなことを言いたい、言いたい、例えばお、つこめ例えば例えば例えば、うん、なんだろうな、こっちでカメラ、こっちだよ、上から、上から目線でこう俺にじゃあ辛辣な一言を投げて、辛辣 M だからグッとくるようなどうなんだろう、本当はいろいろ突っ込んでほしいんだろ、確かに確かにそれはうっぷん溜まってるよね、今ビビッときた、ビビッときたよ、今今ビビッときた、うん、我々が突っ込まないからな、ね、うん、突っ込んでないんで、これからよろしくね、このラジオみたいに、あ、四五踏みのラジオみたいに、じゃあ いい感じのね、いい感じの、ね、ボケとツッコミ の、うんうん、もう僕らも心がけましょうよこれからは、うんうん、で四五踏みの話に戻りましょう、戻りましょう、四五踏みのラジオどうなんですか、はい、情報を教えてください、はい、ということでですね、はい、はい、僕が出演した回はですね、うん、もうすでに好評配信中ですので、うん、はい、もうぜひとも流れてるんだね、はい、流れておりますんで、うん、ぜひ聞いていただきたいなと思います。そしてですね、はい、なんとこの同じくこのページにあるですね、四五踏みのネットラジオのバナーをクリックすると始まるんですけども、そうなんだよ、ね、このページにちゃんとバナーがあるんだよね、そうです、リンクしてあるんですよ、うん、どこかな、このあたりかなまあこのページのどっかにあるんで、多分ここだと思うよ、ここ、うんうん、ちょっとずれてるかもしれないけど、どっかにあるよ、あるよ、はい、うん、クリックしてみてください、はい、以上四五踏み特集でした、はい、片方だけ残るのってとても残酷だから、四五踏み、ペンライビジュアル、エドラボーイ情報局、はい、というわけでこのコーナーはバンダイビジュアルの最新情報をお知らせするコーナーです、はい、というわけで、はい、では早速エモラボックスの中を見ていきましょう、はい、はい、仕事もなかったのように、はい、行きましょう、はい、何にも入ってない、あれあれば、あれま、あれまま、まま、ま入ってない、ない、じゃあジェスチャーで、どうして、はい、今回はですね、うん、遥かなる時の中で八王将 DVD ボックスです、ほう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 、はい、美麗キャラクターたちが多くの女性ファンを魅了するネオロマンスアニメの決定版が DVD ボックスになって登場です、うん、
特典としまして、はい、八王キャスト総出演による八王賞の名シーンについてのトークなどを収録した特典ディスク八王思い出語りをはじめ、うん、つなき秋書き下ろしビレイラストを使用した収納ボックスなどがついてきますと、はい、かなり豪華な感じになっております。はい、ということでね、声優さんも豪華ですね。そうです ね, ね, ねなんか盛りだくさんですね。盛りだくさんでちらりと書いてありますけどもね、もう本当にいろいろと、うん、そうそうたるメンバーですよ。そうそうたるメンバーで、はい、でね、内容も充実しておりますからね、これもね、はい、あの必見でございます。はい、はい、ぜひぜひご購入くださいませ。はい、はい、今回ご紹介したバンダイビジュアルの商品3月25日の発売です。もちろんですね、ドットアニメのサイトでもご購入いただけます。はい、これどこだ、このトップページのこのあたりをクリックしちゃってください。はい、すいません、以上エムラボ情報局でした。私は何度も生まれ変われる。バンダイビジュアル、チームフレッシュのエモラボ、はい、今回はしごふみ特集でしたが、いかがでしたでしょう、うん、いかがでしたでしょうか、はい、いかがでしたでしょうかね、はい、いやーでもね、うん、あの見せてもらったんですけど、うん、やっぱりもう面白いですね、作品自体、うん、もう1話完結もあったり、うん、2話にまたがって、うん、そうだね、あの先もね、どん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 見たいなっていうのが本当に正直、そう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 、うん、謎が結構散りばめられてるから、ふみかって、うんうん、なのでぜひぜひ皆さんね、そうですね、ご覧ください。お願いします。ぜひぜひ要チェックです。なわけで、はい、しごふみ特集でしたが、はいはい、最後に皆さんからのメール、こちらを読んでみたいと思います。はい、はい、前回ガンダムダブローの特集にも結構反響は来てるんですね。うん、はい、なわけで、こちらペンネーム、なんてこったいさんからいただいてます。ありがとうございます。なんてこったい、いつも楽しく番組拝見しています。はい、ありがとうございます。今までガンダムは SD ガンダムだったり、うん、劇場版だったり、うん、私が見たことのないものを取り扱うことが多く、うん、3人が楽しそうに話すのを眺めているだけだったのですが、前回は、今私も視聴しているガンダムダブローの話だったので、とても楽しむことができました。うん、よかった。ダブローに出演中の声優さんの意外な一面も知ることができて嬉しかったです。うん、なるほど。これは個人的な要望ですが、うん、はい、番組を見る限り、うん、3人ともガンプラに詳しいようなので、うん、特に菅沼さん、かっこ笑い。いや、そうでもないよ。番組中でガンプラを作ってみたりするのはどうでしょう。おお、大きく出たな。大胆ですね。うん、時間的に無理だったら、まあ無理ですね。無理ですね。おのおのの力作を持ち寄って、品評会的なことをしてみたりしても楽しそうかなって思います。おお、いいですね。これからもお体に気をつけてお仕事頑張ってください。更新楽しみにしています。お、なるほど。うん、で、なんか聞くところによるとさ、小野君は、はい、自分で、ガンプラ、しかも自分が乗っている。ストライクノワールを改造しているらしいじゃない？そうなの。うちにだってね、HG とかマスターグレードとか、いっぱい持ってるよ。4個が5個ぐらいあるね、うん、5箱ぐらい、うん、あの同じのね、同じやつをね。いや、それは愛情ですよ。ほら、そうでしょ、うん、もう 削ったりしててさ、失敗した時とかにさ、あそのストックとしてね持ってきたりとかさ、なんか久しぶりになんか10年ぶりぐらいに作ってみたいなと、うん、思いますね。この3人で作ってみますか。作ってみますね。おのおのに作る、うん、1個のものをあれする。作る人、塗る人、うわん、なんか眺める人。お前なんで作ってないじゃん。楽な方に楽な方に。あ、プランナーかな。プランナーかな。比較する。比較する。そういう人が一番楽なんだよね。やっぱり、うん。じゃあこれを作るから頑張ってっていう人でした。そうね、例えばだからドム3体作るとか。いいかも。でしょ。そうだ。あの三連星。あの、うん、ガンダムスローネを。あ、そうだ。我々の、うん、我々のガンダムじゃないよあれ。違う違う。我々でオリジナルにそのほら塗装したりとかして、そうそうそう、なんかやってみたいですね。やってみたいね。ね、なんか今日はいろいろとね、あの案が出てきますね。そう、野望がたくさんね。ね、とりあえずみんなでストレートヘアにして、ストレートヘア当てながら上でガンダムをのプラモを作るというオリジナルのね。作る。次回は、はい、ストレンジャー無効派団と、ドットハック GU トリロジーの特集で、はい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 、はい、
なんでストレンジャーもう一回出てきたね。前回劇場版のね、はい、紹介をしましたけども、はいはい、今回はどういうこと。なんとこちら早く DVD 化ですよ、うん、早いですね、はい、うん、そしてドットハック GU トリロジー、これも DVD 化ということで、はい、はいはい、この2つの作品を特集していきたいと思います。はい、はい、じゃあ楽しみに待っててくださいね、はい、それじゃあまたバイバイ。